では今から皆さんお待たせいたしました、はい、日曜日11時ですね、第38回フェブラリーステークス G1 の最高峰さんにお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではフェブラリーステークスいきましょう、はい、ダート 1600m の G1 ですよね、はいはい、まずですね、エアアルマスがやっぱねその最内枠を引いてしまった。これねエアアルマスはねレース前にね、はい、あのまず待機策をほのめかしとったんですよ、うん、けど一番枠引いてどんな待機策するのかなと思ったらやっぱ行きましたわ。で行って花切れたとこまでは良かったんですけど、まあ、ワイドハラオに結構競られましたよね、うん、それを考えたらまずエアアルマスの、5着っていう粘りは悪くなかったと思います。あのやっぱこの馬重いダートと軽いダートやったら軽いダートの方がいい馬やなっていうふうに思いましたね。で勝ったカフェハラオはもう何やろ思ってたあの不安を全部払拭しましたね。どういうことかというとカフェファレロに関してはここにその競馬見ても分かるように馬群に入るのを明らかに嫌がってるレース運びをしてたんですよ、はいはい、それが今回内枠で出していって言ったら、まあ、馬の後ろでキックバックを受ける位置におっても全然問題なくそこから抜け出していったっていうのはこれはもう大きな陣営のいろんな工夫が実ったあのことですよね。うん、その言ったら今までやったら砂かぶんのが嫌やからずっと外外を回るロスがあったわけで そういう競馬が今回内枠引いてどうすんのやろと思って見てたら全くそんなこと気にせず競馬できたってことはもうほんまにあのその例えばチークピーシーズをつけてアグレッシブな競馬をしたいと思ってたっていうこうレース後のルメール騎士のコメントから分かるようにもうまさにそれが出てましたよね。これはもう陣営のあの馬のこう努力 あの、まあ、言った勝ち勝利かなというふうに思いますね、うん、まあ、1分34秒4という総合時計早いけどでもねユニコーンステークス見てもらうと分かるんですけど、うん、3歳の春のややもで1分34秒9でマークしてたらむしろ34秒4やったら物足りんレベルです、うん、なるほど、うん、それぐらいこのねユニコーンステークスの1分34秒9ややもっていう数字は過去の馬たちで言えばね例えばカネヒキリとか、ルヴァンスベールあのルヴァンスレーブとか種牡馬になった馬たちの死の互角かそれ以上のレベルなんですよ。だからこの馬もう死亡なるほど確定レベルでまあ言ったら一番人気っていうのはその馬の能力的には納得いきます、はい、ただその先ほども言ったけどレース運びにまあ言ったら注文がつくなっていうふうにまだ思ってたんで、このまあ言ったらどうかなと思って見てたんですけどそれを跳ね返したとなったらこれから結構勝つと思います。そうですね、うん、未来は明るいです、ね、未来は相当明るいと思います、はい、この馬の一強時代来るかもしれない。ただ軽いダートと重いダートやったらやっぱ軽いダートの方がいいと思います、うん、まあでも2走前に中京の選球の両馬場で勝ってるっていうのもでかいししかもこの時も外ずっと回ってたからうちで回ってこれるんやったらチャンピオンズカップぐらいのまあ言ったらこの馬とあの立ち直ってきたクリストベリルの戦いが相当見ものです。はいはいはい、うんうん、あとは、あとはね、うん、まああとワンダーリーデルも、はい、面白い競馬しましたね、うん、あの今回ブリンカーつけてきて1か8かっていうかもう1着狙いに行くっていう陣営は言っとったんですよ。そのブリンカーも言ったらつけることによってあかんようになるかもしれんけど、もう8歳馬で今回ここはラストチャンスと思って狙うっていう結構面白いコメント出てて、ほんでこれね横山紀弘騎手ねやっぱババ分かっとったと思う。そうですよね、うちをついてすごい競馬やった ね、すごかったですね。こんな他の騎手できひんこんな乗り方、うん、普通にこの馬乗ってって言われたら外回るよ、うんうん、いやすごい競馬やったわ。そうですね、うん、最高だと言ってますからね、うんうん、今日に関してはただ負けただけ、うん、まあね最高の軌道でしたもんね、うん、いやすごいよ、うんうん、であと、まあ、エアアルマスの代わりもすごいな。エアスピネルですか。あ、スピネルごめんなさい、はい、エアスピネルの、ね、代わりもすごいね、うん、もともとダート重いダートじゃなくて軽いダートの方がいいっていうのはもともと言ってましたけど、でも武蔵野ステークスでは一応サンライズノバに 0.3 秒差をつけられてたところを逆転してるわけやから、でもうちょっとで勝ちそうな手だからね。これもウィンでうまいこと食べてましたね。うん、亀島さん、いやほんまやね、惜しい競馬やな、はい、うん、うん、あれっすよ、多分アルクトスとかはもう今日4等分外とかもあったからもう無理っすよ、その時点で。うん、まあほんまそうやな、はい、もうだから、う
馬柱見たら一番買いたくなるんですけど、今日田辺さんでもなんか馬が割と結構外外を回りたい馬みたいですけどね。だからもう今日はしょうがないですよ、うん、インティーとかもすごい競馬してたけどな。馬刺してきてましたね。いや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 、7歳にしてまだ馬を変えようとしてんのかって思うぐらい、ね、いやでも面白い競馬やったけどね。よう刺してきてたけどね。うん、まあ、レッドルゼルもそういう意味ではあの大外枠引かされて、はあ、距離分からん大外枠なんてもうほんまほぼほぼいらんのに、ようここまで来てますよ。でこれ5歳馬でしょ、うん、まだまだこの後楽しみっすわ。すごいですよね。いやすごいすごいすごい、全然いらんから、まあ、全然いらんっていうレベルで思ったけど、いや俺も思ってたな、うんうん、素晴らしい、うん、ミューチャリーはまあ思い出あったのがいいですからね、うん、まあ、正直その東京の軽いダートやったらな、うん、むしろ昔のジャパンカップダートみたいに東京2100やったら面白いと思いますわ、うん、けどやっぱ東京1006はちょっとやっぱ、うん、はい、だから今回は外を回した馬、だからソリッドサンダーの話もしますけど、もうあれです外回したら多分全然そうよね、まあ、まあ、もうそれよりもサンライズロバが一番やわ。そうですね、うんうん、こんなサンライズボンないもん、うん、うん、まあ、度外視でいいと思います、うん、まあ、あとオーベルニュ、まあ、今回コメント、レース後のコメントを見るとマイナス16キロの影響と、うん、あと2ターンの方がいいかもしれないっていう、まあ、言ったらあの東京は無観のちゃうかっていう話が出てきたな、うん、はいはいはい、うん、まあ軽いだといいからね、ここまで負ける馬ではないんだと思うんだけど、うん、はい、うん、喋りたいのはそんなとこですかね。そんなとこです、ね、はい、はいはい、以上です。はい、というわけで、はい、以上第38回フェブラリー6G1 の開講でした。